皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますみんな大好き三峡ダムこのチャンネルではほぼ毎日中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げていますご興味がありましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします5月20日マスコミでは伝えられない中国三峡ダムの元凶です 超高水理委員会によると、零時の時点で水位は百五十三五ゼロメートルとなっています。いよいよ百五十三メートル台に突入です。グラフで貯水位の状況を見ていきます。昨日は百五十四点一一メートルですから、六十センチほどの低下となっています。グラフのカーブからこのまま行くと、仮定すると黄色の線の範囲に着地するかもしれません。中国の梅雨入りは、平年ならば六月七日とのこと。 今年は日本の梅雨入りが2週間ほど早くなっていることを考えると、前倒しされるかもしれないですね。ダムデータによると、上流の観測所では流入量の高止まり状態です。水位は連動して上下を繰り返しつつも、全体的には下がっているようですね。水が増えているのは、雪解けでかさ上げされているところに雨が降ったためと思われます。上流のダムでも同様に放流を増やしているのかもしれません。 さて、三峡ダムの状況です。5月の初旬から、放流量を増やし続けています。土曜日、日曜日は、若干、放流は絞っているようです。月曜、火曜、水曜とまた、放流量を元に戻しているようです。毎秒2万立方メートルまでピークを上げています。流入量も下がってきていることから、当然、貯水位は下落することになります。 高止まりとはいえ上流はそれほど増えていないのに三峡ダムの流入がこれだけ増えた理由は上流の観測所と三峡ダムの間で支流から流れ込みが一気に増えたことが考えられます雨の降り方を見ていると四川盆地で降った雨が過料港を通じて流れ込んできた可能性もありますちなみに去年の洪水シーズン時放流量のマックスは毎秒4万8000立方メートル前後だったと記憶しています グラフで言うと、この辺りになるんでしょうね。一方、すぐ下流の偽証紙の観測所では、流量、水位ともに上昇傾向にあるようです。上流の天気予報とテレメータの数値を見ながら、下流のことも考えないといけないため、放流計画は難しいですね。来るべき洪水シーズンへの備えとして、6月の初めまでに水位を下げると思われます。直前には、かなりの急降下となる可能性があります。 その6月まで2週間を切りましたダムの貯水側で見ると水位はこの辺りではないかと思われます YouTube のおすすめ動画が出ていたのでたまたま選んでみると三峡ダムの現地の様子を流した動画がありましたそれを見る限り中央の放流施設から水は流していないようですおそらく発電施設のゲートから放流しているものと思われますあってよかったいつもの場所に どううやらら去年と同じ姿が見られるようですウィンディーによるとダムの近くには目立った雲はないもののダムの南部で雨が続きそうな予報となっています直近では週末にかけて猛烈な雨が降りそうな感じですね同じようなところで雨雲が発生し続けるのが気になります雲の発生する辺りには山脈があるんでしょうか日本では線状降水帯が最近言われています 同じ場所に雨雲がかかり続けると、被害が出る可能性があります。こういう状況で、三峡ダムから放流を増やしてしまうと、下流では少しの雨で洪水被害が出る原因の一つとなることも考えられます。水蒸気の量も多そうですね。気象衛星ひまわりによると、中国の南部に濃いめの雲が広がっていて、ウィンディーの情報と合致します。いかにもやばそうな雲の発達ぶり。 一方日本列島では雨雲がかかりつつあります直近でまとまった雨となりそうなので十分ご注意ください対象は西日本から東日本の広い範囲 NHK のサイトを見ているとこれから21日にかけて警戒が必要なようです三峡ダムのカバーする範囲に直接かからないためダムの流入量は下がる可能性があります 範囲を広げてみてみると、ダムの南側での雨が今後、集中しそうな感じ。中国から日本列島にかけて、3000キロから4000キロに伸びる雨雲。天気は西から崩れます。これを見ていると、対岸の火事、ではないですね。さて、今回も、プチ情報をいくつか、取り上げたいと思います。三峡ダムには、先輩ダムがいる件。 三峡ダムが完成したのは2009年です17年の歳月と3兆円という巨額を投じて長江の中流に建設されましたそれよりもはるか20年先んじて長江にダムが作られていたのをご存知でしょうかその名前はカッダム1988年三峡ダムの下流約4 0トルのところに作られました当時としては最大級の大きさのダム 三峡ダムと同じで船舶が通過できるシップロックを備えたダムです実は船を上げ下げする肛門や仮締め切りといった施工技術はこの滑集ダム建設のノウハウが三峡ダム建設に生かされたようですまさに廃船現在このダムと三峡ダムはカスケード式で洪水調節などの運用で連動させているようです ダムの底にはコンクリート片が沈んでいる件ダムは3つのフェーズに分けて作られました第2期工事の中では仮の包みが作られて席を止め停滞と発電施設の工事が行われたようです施設が完成した後不要になった包みは爆破されました停滞と仮の包みの距離はわずか60メートルだったそうです これはダムの裏側で貯水側から見たイメージですが、画面右側のところには大量のコンクリートの破片が眠っているということになるようです。ちょっとやそっとの量ではないかと思いますが、まさかダムの裏側に崩れたコンクリートがあるとは思いませんでした。ダムの弱点はダムの上にある件。三峡ダムは強固な岩盤層の上に建設された重力式コンクリートダムです。 このため、一般的にはダムが崩壊するとか、決壊するとかということはないと言われています。絶対はありませんが、おそらくそうなんでしょう。ただ、素人目にも弱点はあるように思えます。それはダムの上にあるクレーンです。5機か6機のクレーンが停滞の上にあり、左右に移動して放流ゲートの調節をしていると思われます。このクレーン 視聴者さんからもともとガントリークレーンだったのをクレーン部分を取っ払ったのではないかと情報をいただきました4本の足そして上部には巨大な建屋がありますパッと見ただけでもバランス悪そうですよね左右に移動する際にはレールに乗って移動しますしかし縦方向には弱そうな気がしますここに地震が来たらどうなるでしょうか 阪神大震災のときには神戸港のガントリークレーンが横倒しになり大きな被害となりました三峡ダムの場合はどうでしょうかこのクレーンが一斉に使えなくなるとたちまち一大事になるかもしれないですね三峡ダム近辺での年間降水量をグラフにしてみましたざっくりとしたイメージですのでご了承ください年間を通じて一番雨が多いのは7月でその前後6月と8月が次に多いようですね 現在5月ですからこれから徐々に雨が多くなる時期となりますここのところ足踏み状態ではありますが三峡ダムでは全体的に水位が下がりつつありますダムの建設で洪水は減ったのでしょうか結果的には依然として大洪水は発生しています2020年は80年ぶりの大雨に始まり5度の大規模な洪水警報が発表され三峡ダムを通過していきました ダムへの負荷はさらに蓄積されているでしょう昨年23あるゲートのうち限界と言われる11本をオープンしてなんとか乗り切ったようです今年の夏も大洪水が発生するのか注目されます引き続き見守る必要はありそうです最後までご視聴いただきありがとうございますご興味がありましたらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いですそれでは次の動画でまた